ざいます、ただいま羽田に到着しました。ちょっと途中忘れ物しまして、引き返して下道で行こうと思ったのが高速を使ってしまいました。ベトナムと日本の友好イベントなんですよ、まあ、国交イベントなので、まあ、僕はエンターテインメントを通して、まあ、携われたらということで、ではベトナムホーチミンに行ってまいります。すごかったですよ、花束を渡されて、もうこういうのもいただいて、こういうのもあって、僕ちょっと朦朧としててうまく答えられなかったですああみたいな。会場着きました。すごい。めちゃめちゃ大きいな。めちゃくちゃ緊張してます。全然わかりません、どうなるか。とにかく頑張ろう。頑張ります。音すごくない？シリーズ知ってますか？ドンブラザーどうだ？ありがとうキャラー。僕の名前覚えてますか？マンゴイ何やったんだっけ？バカなんだよ。ありがとうございました。このマンゴイ何やったね。何よりもやっぱ音楽が国境を越えるとこういうことですね。僕の曲2曲も知ってる方もいたし、本当に嬉しかった。マジで本当最高です。なので頑張ります。これからなんかずっと歌ってる、これくれたことが歌っててさ、俺感動しちゃって、もうこれ降りていいかなと思って降りたら全然音聞こえないっていういやもうそんなどうでもいい。もうなんかすごい楽しかった。本当に楽しかった。これですね、音楽の力本当に感じました。いや楽しかったな、マジで楽しかった。とりあえず1日目これなんで調子に乗らずに、2日目もしっかりとこのエンターテインメントを届けたいと思います。頑張ります。はい。
マイケル・ジャクソンが持ってるって、ね、世界で何個でしたっけ。2個しかなくて、うわ結構スカスカよ。スタッフくれるんですかね。それと今ベトナムのフェスに来てます。すごい見て、すごいよ。ああいうフェス出たい。おはようございます。では、今日2日目、行っていきます。はい、いよいよ2日目、ライブの時間がやってまいりました。なんか変な緊張感があるんですけど、とにかく現場を感じて、お客さん感じて、音楽を感じて届けたいなと思います。何も考えず、とりあえずフィーリングでいきます。頑張ります。ありがとうございました。とりあえず2日目終わりました。お疲れ様です。いや、なんかすごい落ち着いてて、正直言ってもうちょっと歌いたいね。バンドで歌いたいね。なんかねっていう欲が出てくるぐらい、なんかこうベトナムの空気にすごく慣れましたし、いろんなことを感じながらライブしてる瞬間でした本当に。はい、あとやっぱ歌はうまいね俺は、と思った。以上、2日目終わりました。ありがとうございました。はい、今からですライブ終わったんで、あのブースパレード、ブースちょっと回っていきます。行ってきます。終わりました。いやー、ライブも2日間ありまして、あのベトナムでライブしたの初めてだし、一つだけ申し上げます、本当に楽しかった。もうね、いろんな経験できたし、もうアジアに出たいっていう夢の第一歩、なんかそこにちょっとずつ近づいてきている今この現状にもすごく感謝してるし、あの本当に本当に楽しかったです。あのこのライブを経て、まあ、今日ね、いろいろトラブルとかもあったけど、それはのちのちの笑い話になるし、でもトラブルとは言っても正直ライブしてる瞬間ってあんまり関係ないから、なんか本当にちっちゃなことなんですよ。だからもうそういうことじゃなくて、純粋にライブがちゃんとできて、何事もなくこうやって今、まあ、ちょうど空港にねベトナムの、いるんですけど、もう本当にこの瞬間こうやって迎えられたことが本当に幸せです。あの楽しかったです。で、何よりもベトナムで全然知られてないと思ったのが、ちょいちょい知ってる方やっぱいて、音楽届いてるんだなって本当に実感したので、本当に嬉しかった。また絶対にベトナム来たいと思います。なのでぜひですね、これからの森崎に交互ご期待ください。アジアツアー向けてどんどん邁進していきますよ。 Alright、 なので僕についてきてください。またいい景色を一緒に見に行きましょう。ピース。
kiss, so baby, love is a star.